広島県民がこんな人たちに激怒、平和記念式典への妨害で、先日行われた広島平和記念式典を左翼が妨害してしまいました。これに対して広島県民の方が激怒されております。ある広島県民の方はツイッターにて、広島県民から言わせてもらうが、原爆の日に異例もせず、太鼓や 笛を吹き鳴らし、騒ぎ出すのはいい加減に、やめてくれ、こともあろうか、平和記念式典の最中に、すぐ隣で、戦争反対、原発反対、安倍やめろと、県外から集まった、こんな人たちに、我々はとても迷惑をしています、となっておりまして。こういった左翼は、日本のことも、国民のことも、 何も考えておりません。ただ金をもらって騒ぎを起こしているだけであります。私も戦争も原爆もなければそれに越したことはないと思いますが、残念ながら日本の周辺地域では戦争の準備を進め、核兵器も大量に保有し、日本に照準を合わしている国々が存在してしまっております。 こんな状況では日本を対抗して戦争の準備をするしかなく核兵器もアメリカに頼らず自前で用意する必要さえ出てくるかもしれませんそういった現実への答えを左翼は一切用意せず騒音を撒き散らしているだけでありそこら辺にいる暴走族陳奏団と同じ 必要のない存在であると言わざるを得ません。皆様、こんな人たちによって、これ以上ですね、国民の生活が妨害され、今回は、広島平和記念式典。これすらもですね、平和を記念する、犠牲となった方々を、慈しむですね、そういった、 大事な式典すら彼らは台無しにしようと妨害を仕掛けてくるような存在です。皆様、こんな人たちが日本から排除され国民が平和で安全な生活を送られるように法律の範囲内でご協力をお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき ありがとうございました。